アルト・ハイデルベルクをモチーフにしたポストカード。劇中のセリフが引用されている。アルト・ハイデルベルクはドイツの作家ビルヘルム・マイヤー・フェルスターによる五幕の戯曲である。フェルスター自身が1898年に発表した小説カール・ハインリッヒをもとにしており、1901年にベルリンで上演された。タイトルは古きハイデルベルクのい ザクセンのカールブルク広告の講師、カールハインリッヒがハイデルベルク大学へ留学して、このネッカー川に面した美しい街の下宿で、ケイティと仲良くなり楽しい時を過ごすが、養父の死により、太鼓に着くことになり、彼女と別れて故郷へ呼び戻され、その後再び、ハイデルベルクを訪問して、ケイティに再会するまでを描いている。同様のテーマを扱った。 森鴎外の舞姫の暗いイメージとは、正反対の涙を誘いながらも、比較的に明るい純愛ものである。日本での初演は1912年に有楽座で、文芸協会が行い、松井須馬子が、京手役であった。その後、滝沢治、山本康江、杉村春子などが1924年、1926年、1934年に、築地座。 月地小劇場で出演している。1931年10月に、宝塚少女歌劇団月組によって、ユング・ハイデルベルヒという題で上演が行われて、その後何度も宝塚少女歌劇団で上演される作品になった。1977年8月には、日生劇場で音楽劇、若きハイデルベルクと題して、中村勘九郎と大竹忍主演で上演された。 ドイツのザクセン地方のカールブルク公国の王子、カール・ハイン・リッヒは、両親が早く亡くなったため、後見となった王子の太公に育てられてきた。学齢に達した王子は、晴れて学生生活を過ごすべく、家庭教師の哲学博士と共に、ハイデルベルクにやってきた。王子の住まいは、ネッカー川そばのリューダーという下宿屋で、1階は、居酒屋兼食堂になっていて、いつも、 学生たちで溢れ返っていた。リューダーの登園で、ここで女給として働いていたケイティは、たちまち王子に夢中になった。そして、4ヶ月が経ち、一緒にパリに連れて行ってあげるから、飛び切り上等のドレスでおめかしして待っているように、言われた直後に、王子の国元から死者がやってきて、大公の容態が悪く、直ちに帰国してほしいとの知らせを伝えた。 王子は一年の予定だった遊学を早々に切り上げて帰国を余儀なくされた。それから2年後、カール・ハイン・リッヒはカール・ブルク大公となった。2週間後に不本意な結婚を迎える予定の彼のもとに、ハイデルベルクでの短い学生時代、いつか自分が大公になったら、旧日長に取り立ててやるぞと約束した相手のケラーマンが訪ねてきて、ハイデルベルクの人々の消息を語った。 そこで、太公は、青春の思い出のハイデルベルクが懐かしくてたまらなく、なり、ケーラーマンを伴って再び、ハイデルベルクを訪ねることにした。しかし、ハイデルベルクの街は、すっかり変わってしまっており、学生気質も変わり、リューダーの居酒屋も、学生たちが寄りつかなくなっていた。ケーティも間もなく、結婚を控えていたが、彼女だけは、太公のことを忘れずに思ってくれていた。 再び、ハイデルベルクを後にする大公の胸には、青春のハイデルベルクの思い出だけが残っていた。本作は、20世紀前半において最も数多く、上演されたドイツの演劇作品の一つである。この作品が、ハイデルベルクの街を世界的に有名にし、日本では、明治時代においてドイツ語を学ぶ学生にとっては、必読書になった。 昭和時代前期になってもそうした雰囲気は残っていた。一方、ベルトルト・ブレヒトは、サ作とこき下ろし、アルフレート・デイブリーンは、チンプな作品と言い,い、クルト・トゥホルスキーまでも、古臭く甘ったるいサ作と呼んだ。ブレヒトは、第一次世界大戦後には観客にはもうそれが、どういうことなのかわからなくなってしまい、知らないままに拍手したりしている。 若い王子と宿屋の年配の女給の間のエピソードは、あまりにも古臭い、身分制度の壁の最たるものだという。しかし、現実の世界で、そのような対立を克服してしまった現実の人々の意識が、観客から、大いに称賛された。本作は、シグマン・ドロンバーグによるブロードウェイのオペレッタ、学生王子の原作になった。作品中、 学生組合の三色のタスキを肩からかけた学生たちの合唱で学生家により物語の進行が説明される。このシーンはブロードウェイで男性コーラスが好評を博した数少ない場面の一つでもある。この作品は今日でもハイデルベルク城の恒例の祭りの際にはドイツ語で演じられ英語の字幕が掲示されている。学生王子は何度か映画化もされている。 1915年のジョン・エマーソン監督による無声映画、1927年のエルン・ストルビッチ監督による同じく無声映画、1954年のリチャード・ソープ監督によるミュージカル映画がある。元々の戯曲からも、1959年にドイツでエルネスト・マリシュカ監督、クリスティアン・ボルフ主演で映画化されている。 日本語では小説も二曲もアルトハイデルベルクとして翻訳されている。ありがとうございます。